それで亀くんはここに何をしに来たの？お宝探し。君に会いにキザか。さあそれじゃあ行きますか。仲間はちゃんと引き連れれたのかな。あ、なるほど。あの操作する主人公が入れ替わるだけで仲間は引き継がれるんよね。ちゃんと別に何もなさげ。いっぱいスカウトしてきて、あの何案内所でスカウトするのとフィールド上でスカウトするのがおるってことか。ゴマソンさんの頼みを聞いて鉄道を復旧しましょう。あ、結構島あるね。いっぱい。この始まりの島とその左右の2つの竜の島以外にも、まあ、なんか建物っぽい絵もちょいちょいある。なるほど。行こう、ファスカルト。ノズさん行ってくるぜ。良い旅を。行ってきます。よし、帰ってきた。あのお姉さんまだおるんかな。おらんのかな。ん、あれ、え、あの264って書かれとる方が多分メインクエってことなんやろうけど、え、あれはあの車掌さんかな。ちゃんとマークついてくれとるね。え、なんかいろんなマークあるんやけど、なんだあのマーク。なんかわけのわからんマークがいっぱいあのマップ上に出とんやけど、何あのなんか悪魔の羽っぽいやつ。でもなんか近くあと115メートルぐらいのところになんかあるよ。それもここに誰か案内してくるんかな。どこだ？こっちか。あ、ここで下に降りればいいんか。てか野生のモンスターは全然おらんな。あ、この辺におるんかな？シャドウ。とりあえずさ、捕まえれてないモンスターいっぱい捕まえたいよね。あ、なんかレベル上がった。お、シャドウのスカウトに成功。やったね。あざっす。これスカウトした子はさ、自動的にあっちの拠点に向かうの？そういうことなんかな。自動的にあっちの拠点に向かって、あの、窓ハンドかなんか、あそこに行くんか？寮に。え？ここは入れるとこ？入るっていうか出る。おー、なんか一斉に。ここはなんだ？怖い怖い怖い。え、なんかあそこにマヤおるんやけど。え、どういうこと？え、なんかマヤおったよ今。あ、そっかそっか、あれか。待って、どうやればいいんやっけ。これか。はい、早速チュートリアルが終わったらやり方を忘れるやつ。え、あのマヤ何？幻？あの土管とか入れんよね。マリオ的な感じで。こう、あそこはもうあれかな、列車のとこかな。これって高いところから落ちても大丈夫なんかな。死なん？ちょ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 、うなんかね、その辺に、どこだ？あ、ダメージ受けるんや。高い場所には気をつけよう。高いところから落ちると大きなダメージを受けてしまうぞ。足を踏み外さないように気をつけよう。また仲間モンスターの力を借りればダメージを受けずに済むこともあるぞ。あ、そうなんすね。すいません。なんかね、この辺に、あれ、どこだ？ここか。あ、ここかもしれん。どうやって入っていくんかな。結局また登って行きよる気がするな。ほら、あそこにマヤおるよね。あれ、どうやって行くんやろう。中から通っていくんか。あ、これもアイテム？もしかして。ふわふわ小麦。小麦粉が作れるふわふわの小麦。料理の作成などに必要な素材で、ファスカル糖やツバイザー層限定で入手できる。素材を集めよう。
採取ポイントを調べると様々な素材が手に入るぞ。集めた素材は弾や料理を作ったり、新しく団員を仲間にしたり、クエストを進めるのにも必要になることがあるぞ。草花や鉱物などいろんな採取ポイントがあるので見つけたら調べてみよう。なるほどね、そういうやっぱ調理とかものづくりとかそういうのもあるんよね、クラフト。あ、ここあれか、お姉さんがおったところか。ほら、マヤがおるんやって。なんで？よう兄貴、トマソンさんの頼みの方は順調か？俺か？あそこにいても暇だからな。適当に探検してるところさ。いや、どうやって来たん？どうやって来たん？一緒に乗ってきてた？仮装の方にはブラドコーツっぽいのは見当たらなかったぜ。トマソンさんの言ってたシルフの国の野営地に行ってみたらどうだ？あざす。あれなんやね、なんか、なんて言うん。ちゃんと一応、話的には、辻褄は合わせてくるんやね。なんか、同時に二人存在するみたいな感じになっとんかと思ったけど、つまらんけん出てきたっていう風にちゃんとなっとんや。輝き層、キラキラ輝く神秘的な草。玉の作成などに必要な素材でファスカル島で入手できる。あ、自分で玉作れるんや。ここなんか入れそうよ。お、ほら、なんか冒険っぽいやん。純白の骨、白く輝く綺麗な骨、玉の作成などに必要な素材でファスカル島で入手できる。持ち物とか結構あっという間にいっぱいになりそうな感じするな。どれぐらい入るんかな。これか。ちょ、みんな来て来て。ドラキュンしかおらん。あ、ドラキュン飛べるやん。マジで。でも登ってもなんもないな。なんもねえな。これ近く、あと60メートルぐらいのところになんかある。ドラキュンは飛べる。あ、じゃあ、それで、あれか。お、スライムゼリー。それで、高いところから飛び降りる必要はないってことやね。あ、これや、魔力の土。魔力を宿した土の塊、玉の作成などに必要な素材で、ファスカル島やツバイザ草原島で入手できる。魔力の土2個いるって言ったよね。あれなんや。なんか土の塊っていうよりは岩って感じがしたけど。灯火の花、炎のような光を宿す幻想的な花。料理の作成などに必要な素材でファスカル島で入手できる。ふんふんふん。ふわふわ小麦。花の蜜、花の甘い香りが漂う蜜。料理の作成などに必要な素材でファスカル島やツバイザ草原島で入手できる。ってことはこれで、まあ上の方に飛ぶっていうよりは滑空って感じやね、このドラキュンの。よ、ここも、あ、宝箱あるよ。あ、てかそれ魔力の土じゃない？違う？これこれ、イエーイ、魔力の土集まった。よしよし。ってことで次がオーク。コインとは、この世界では不思議な力を秘めたコインを入手できる。コインを装備すると自分や仲間モンスターを強くできるぞ。コインにはレアリティが、銅、銀、金、虹の4種類あり、レアリティが高いほどいい効果がついているぞ。コインを手に入れたらメニューから装備してみよう。オークコインやって、絶対これオークに装備させたらいいやつやん。ね、オークはオーク。やっぱ多分適性みたいなのがあると思うよね。オークコインがあるってことは、多分近くにオークおるんやないん。あ、おるやん、おるやん、おるやん。窓ハンドもおるけど。行こう行こう。なんなら、窓ハンドもゲットしたいな。そういうさ、人間が休憩する場所におるのはやめて。窓ハンド。あ、待って、なんかキノコある。緑の苔、ほわほわした緑色の苔の玉、玉の作成などに必要な素材で、ファスカル島やテーリア氷雪島で入手できる。なんか知らん地名がめちゃくちゃ出てくるんよね。ん？あ、まだやっつけてなかった。めっちゃやっつけた気でおった。やったー、窓ハンドスカウト成功。お、行こうぜ、オーク。オーク、オーク。これあれかな、自分が攻撃せんかったらスカウトできんとかあるんかな。豆知識よ。
スカウトに成功したら、モンスターを倒してスカウトに成功したら、拠点の受付係セシリーに話しかけてみよう。加入希望者のモンスターを仲間にすることができるぞ。あ、なるほど。スカウトはしたけど、まだその時点で仲間になっとるわけではないってこと。スカウトした後で、すいません、スカウトされたんですけどって拠点に来とるってことその加入希望のやつ。なるほどね。まあ実際のね、芸能人のスカウトとかもそんな感じやろうしね。多くのスカウトに成功。霜降りミート大丈夫？なんか肉そがれとるけど脂肪が乗った上質なお肉、料理の作成などに必要な素材で多くの中持っている。あ、なるほどね。あれか、食べようと思って持っとったやつってことかな、多くがそういうことかな。なんで、あと、あの134、あれがシルフの国かな、もしかして。あ、ビッグハートおるよ、ね、仲間にしよう待って、なんかめっちゃ流れに逆らえねえ。ねえ、君も仲間になりなよ。何今の、なんか技、え、技とかあったっけ。あ、そういうことじゃないんか。あ、ビッグハートスカウト成功。魔力の粉、魔力を移動した不思議な粉、弾の作成などに必要な素材で、リオの大地全土で入手できる。へー。んで、あれ、なんか違っとった。魔力の土じゃなかった。光の石、まばゆい光を放つ聖なる石、弾の作成などに必要な素材で、ツバイザ草原島やカスカル島で入手できる。見た目が一緒な道具もあるんや。ややこしいな。それはちょっとやめていただきたい。輝きの樹液、月の夜に光る木の樹液を集めたもの、料理の作成などに必要な素材でパスカル島で入手できる。そこのさまよい鎧も来ない？へいへい。後ろから攻撃すればめっちゃダメージ与えれるとかかな。仲間になりたいみたいね。めちゃくちゃスカウトできるんやけど。妖精の綿花、妖精が育てた珍しい綿花、弾の作戦などに必要な素材でさまよう鎧などが持っている。大丈夫？あのさまよう鎧、なんかめちゃくちゃ空眺めおるけどなんかこの辺警備してるんじゃないの、あの子は。輝き草お、どんよりマッシュ、気分をどんよりさせる胞子を放つキノコ、これも弾の作成に必要。何？なんかめっちゃ、うわー、やめて。ここってことやろ多分。シルフの国、ブルルル、来た来た、どうも。どこの坊主が迷い込んできたかと思ったらおめえか。確か神と名乗っていたな。妹とはぐれでもしたのか。いや、妹の居場所は分かってる今。違うわよ。っていうか、あんた誰だっけ。レオバンってやつじゃない。ここはシルフの国の探検隊の野営地で合ってるのかしら。あ、俺のことを知らんか。俺はシルフ探検隊の隊長レオバンだ。お、いや別にここがおった時って神もう目覚めとったやろ。目覚めてなかったっけ。寝とった。まだ誇り高き疾風の将レオバン、かっけえな。よかったわ、ここがあたいたちの目的地で間違いなさそうね。ああ俺たち探検隊はシルフの国の中でもよりすぐりのお宝ハンターが集まっている。見たところ坊主もお宝ハンターの端くれのようだな。ってことは何かお宝を探してここに来たんだろう。お宝を探して、あ、そうかな、ブラドクォーツやっけ。それでどんなお宝を狙ってるんだ、ブラドクォーツ。なんだ、そんなもんが欲しいのか。お宝としちゃ二流の代物だな。前に見つけたことがあるが、俺たちの狙ってるもんとは程遠いぜ。じゃくれる？余計なお世話よ。知ってるんならさっさと教えなさい。そういや、ブリサが拾ったとか言ってたな。この探検隊のお宝ハンターの一人だ。まだ未熟者だが腕は悪くない。将来はいいお宝ハンターになるだろうよ。あのちっちゃい女の子かな。野営地のどっかにいると思うぜ。譲ってくれるか頼んでみちゃどうだ。おめえたちもまだ荒削りだが、磨けば光る素質を持ってそうだな。その木が片付いたら俺んとこに来いよ。お宝ハンターのイロハを教えてやろう。仲間じゃないのに優しいそういうなんか歓迎してくれる感じ、めっちゃいいやん。戦闘教官強そうだな。キラーパンサー、何お宝マーク、
別に何でもないんか。てか話せんのよね。みんな話せるモンスターなわけではないの？てんてんてん、話せんかった。でブリサってどこ？あ、君、あなたあれよね、あの時おった子よね。シルフの国が恋しいわ。ここじゃろくにお風呂にも入れないし。お風呂入れんの？マジで？シャワーぐらいはある？シルフの国って？シルフの国はとてもいいところよ。景色もよくって食べ物も美味しいの。お宝ハンターもたくさんいてね。モンスターと一緒に暮らすのが日常よ。でもたまに隊長みたいに人の上に立つすごいモンスターもいるのよ。隊長って誰だ？なんかめっちゃ歌ってんだけど。え、歌ってるのドラキュンよね。あ、あっちか。シルフの国はそのうち行けるんかな。よっ、お、いけるいける。ここからはいけんのやな。え、ちょっとみんな来て。あ、間違えたけどいいや。普通にキラリンとかの方が良かったかもしれん。あ、こっちから行けるんか。え、ちょっと上がらせて。あ、ほらほら、やっぱりこのちっちゃい女の子や。どうも、私もドラキー捕まえたよ。捕まえたっていうかな。あなたは確か前にノズさんで会った。あ、そうだ、カミくんだ。ちょっと、あたいもいるわよ。相変わらず可愛い。カミくんって珍しいモンスターを連れてるのね。あたいはミューシャ。ただのモンスターとは思わないでよ。ねえ、カミくん、私のことは覚えてるかな。ミリサっていうの。こう見えてシルフ探検隊の一員なんだから。おてんばお宝ハンター、ブリサ。いいね、癒しだね。あ、紹介しておくわね。この子は私のパートナーのキーキ。シルフのお宝ハンターは、モンスターと一緒にみんなでお宝探しをするの。キーキー、かわいいなぁ。うちのドラキーめっちゃなんか渋い声なんやけど、変えてくれん？その方がたくさんお宝を見つけることができるんだから。まあ、行ける場所は広がるよね、能力使って。みんなでお宝探しね。それで、カミ君はここに何をしに来たの？お宝探し。君に会いに、キザか。絶対神が言わんセリフな気がする。ブラドコーツを探して。それ私持ってるよ。でも他のお宝ハンターの人にタダでお宝を渡すわけにはいかないわ。そうだ、私のモンスターたちとバトルしてくれないかな。あ、そういうのある。あなたが勝ったらブラドコーツを譲ってあげてもいいわ。ねえ、ポケモンバトル的な感じ。いいんじゃない、カミュー。よくわからないけど相手をしてあげれば。やったー、決まりね。それじゃあバトルの準備ができたら私に話しかけてね。まあ大丈夫やろう。うん、行こう。カミくん、私のモンスターたちのバトルの準備はできた？できてるなら早速始めようと思うけど、本当にいい？オッケー。それじゃ。戦う場所に行きましょう。楽しみだな。勝負よ。覚えとくといいわ。戦う場所、外、フィールドなんや。ライバル団との戦いについて、ライバルのお宝ハンターたちのバトルでは、敵の旗を引っこ抜けば勝利できるぞ。全員の敵をやっつけるか、攻撃をくぐり抜け旗を引き抜こう。やっぱ旗大事なんやね。なるほど、じゃあ攻撃頑張って、私旗取りに行くね。誰かガードしに来るんかな。旗を引っこ抜く。え、誰もこん、あ、来た。うえい、これまた1から引っこ抜くの。うわ、1からや。おい、スラッチちゃんと見とけって。スラッチキラリンちゃんと見とけって、スライムフェスがこっちに来るじゃねえか。うい。うわぁ。けい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 。あ、そう、引き離しといて、それ。ちょっと、スライムフェスを見とけって。何ゲージが溜まったって。ロマンゲージ。え、これ敵よね。びっくりした。スラッチかと思った一瞬。1個抜きまーす。
よ。まだ敵おる？どっか。あ、もう敵はおらんのか。イエーイ、旗ゲットブリスたちの戦いに勝利した。イエーイ。ってことは、やっぱり拠点には旗を差しそうな気がするな。さすが神くん、私で相手にならなかったみたいね。当然よ。この値が認めて選ばれし者だもの。そうなんだ。神くん、すごいんだね。あ、それより、約束してたブラドコーツをあなたにあげるね。ありがとう。ブリサは小さな赤い石のかけらを神に差し出した。ちょっと！ブラドコーツってこんなに小さいものなの？これはブラドコーツのかけら。ちゃんとしたものはもっと大きいわ。かけらじゃダメなのよ。これはどこで見つけたの？不思議なんだけど、この世界のお宝って同じものでも見つかる場所が変わるの。だから私が見つけた場所に行っても見つからないんじゃないかな。何それ、生きてるの？お宝。それじゃあどこを探せばいいかもわからないじゃない。近くにあるなら仲間のモンスターのお宝のビジョンで見えるかもしれないけど。そうだわ、竜の探検の力を使えばそんな何でもできるようになるの。神、その探検にお宝が欲しいってあんたの思いを込めてみて。きっとお宝探しに役立つ力を与えてくれるはずよ。何これ、何今の、くるくる回りよったコンパス。お宝コンパスが使えるようになった。へえ。やったわ。竜の探検に宿った力が解放されたのよ。お宝コンパスを使えばお宝のある方角がわかるわ。さあ、コンパスの針を頼りにブラドコーツを探しに行きましょう。豆知識よ。お宝コンパスとは L プラス B でお宝コンパスを使えるぞ。お宝が隠されている大まかな方角をハリーが指し示すので、それを頼りにお宝を探そう。ふんふん、かけらじゃダメだったんだね。ごめんね。ごめんね、ブラドコーツでもかけらじゃダメだったんだね。でも神くん、何か感じ取ったみたいね。もしかしてお宝の場所が分かったのかしら。そしたら自分の感覚を信じて探しに行ってみるといいわよ。よし、じゃあ行ってきます。はい。